一撃で痩せる重曹ダイエット。はい、マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたは一撃で痩せる重曹ダイエットをご存知ですか？今回は重曹を使って痩せ体質になるダイエット法をご紹介。簡単でコスパも最高。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、健康で綺麗に痩せて輝く女性をたくさん増やしたいって思いで配信しています。この機会にぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。話の流れはこちらです。1、重曹のダイエット効果について。2、重曹ダイエットの重曹水の作り方。3、重曹ダイエットの注意点。この順でお話します。では早速参りましょう。そもそも重曹って何？お掃除に使うものではありません。もちろんね、お掃除用もありますが、重曹は自然界に存在するこちら炭酸水素ナトリウムと言われるものです。今回使う重曹はもちろんお掃除用ではなく食用になります。その食用の重曹をお水に溶かしたものを重曹水と呼びます。ではこの重曹水のダイエット効果について、まず一つ目はこちら、便秘解消効果になります。この重曹水、炭酸ガスを発生させるんですね。その炭酸ガスの気持ちいいね刺激があなたの腸です。腸の動き、蠕動運動を活発にしてくれるので、結果便秘解消につながるんです。ダイエットの敵は便秘ですよ。便秘のままだとゴミですね。体の老廃物が溜まったままですから、代謝がもうとっても下がってるんですね。その状態で頑張ってもなかなか痩せないんです。なのでこの重曹水を使って頑固な便秘の改善に役立てていきましょう。ダイエット効果その2はこちら、代謝アップです。重曹水を飲んで発生する炭酸ガスにより、なんとあなたの血液中に二酸化炭素がたくさん生まれます。すると体が反応して酸素を運ぶために血行が良くなるんですね。血行が良くなると基礎代謝もアップしますから、そのことでカロリー消費がますますアップ、結果痩せやすい体質に生まれ変わることができますし、さらにもっと血行が良くなると良いことが起こるんです。それは何か、こちらです。あなたの体温が上がりますから、体温がたった1度上昇するだけで、なんと基礎代謝が 13% から 15% もアップしますよと言われています。ダイエット効果その3はこちら、脂肪の吸収を抑える効果です。またこの重曹水が作る炭酸ガスがプッとお腹を膨らませてくれることから、あなたの暴走する食欲を抑えることも期待できます。さらにこの炭酸ガスには太る原因、脂肪や糖を水溶性食物繊維とくっつける効果があるんです。水溶性食物繊維とは、要はネバネバ系の食品ですよね。海藻だったりキノコ類、お野菜系です。その働きがあるからこそ脂肪の吸収を抑えてくれるんです。では次に重曹水の作り方についてお話します。とっても簡単。準備するものはお水と重曹のみ、この2つで OK。 適量はこちらです。コップ1杯のお水に対して食用の重曹を 0.5g 程度溶かして飲むだけ。具体的にお伝えするとこちらですね、 200ml に対して食用の重曹をだいたい小さじ4分の1杯程度で作れます。もっと詳しくレシピ知りたい方はコメント欄のリンク、別動画をご覧ください。ではここから重曹水を使ったダイエットの注意点をポイント3つにまとめてお話します。こことっても大事ですから、ぜひ最後までご覧ください。では1つ目の注意点はこちら、重曹は必ず食用の重曹を使いましょうになります。例えばまずは試してみたいなっていう方はこのような小さいサイズがおすすめ。食品用炭酸かっこ重曹ということで、こちら私スーパーのお菓子コーナーに行かれるとほとんどのスーパーが置いてあると思うんですね。まずは大きい袋から試すっていうよりは、
まあ、まずねやってみたいなっていう方はこういった少量からスタートされても全然 OK。 しかもコスパいいんですよ。なんとこの1箱で内容量が 50g 入っていますし、いかがですか、これ1箱ね100円前後ぐらいで買えるんですね。どれだけお得という、ちょっとねすいません使いかけで失礼しますが輪ゴムで止めてありますけども、本当にねあの粒子が細かい白い粉です。でこれをコップ1杯 0.5g 程度でいいわけですから、いかがですか、何杯分でしょうか、 50÷0.5 ね、もうめちゃくちゃ何杯分も取れますから、ぜひやってみたいなっていう方はまずこういった少量の食用の炭酸からスタートされてみてはいかがでしょうか。また重曹水は一種の塩分です。なので飲みすぎてしまっては塩分摂取過剰になりますから気をつけましょう。また塩分の取りすぎは高血圧であったりむくみの原因にもなりかねませんので注意です。また飲みすぎたことによって腸の動きが活発になりすぎて逆にお腹が緩くなってしまう可能性も。このような様々な症状が出ないためにも飲みすぎには注意です。そしてここからは重曹水の飲み方注意点です。重曹は基本的に1日 3g 程度までとしましょう。そして飲み方にも注意です。人によっては食前にこの重曹水飲んでしまうとなんか逆に食欲が増しちゃったというふうに感じる方もいます。そのためかえってたくさん食べちゃったっていうことにもなりかねません。なので食欲が増さない方は食前でも OK ですが、基本的なおすすめの飲み方は食事中の方がベストです。また注意なんですが、冷たく冷えたお水に重曹を溶かして作った重曹水は逆にお腹を冷やしてしまいますから代謝が下がって太ってしまいます。なのでおすすめはダイエット効果目的でしたら常に常温かぬるま湯白湯で飲むようにしましょう。そしてここが最後の注意点、とっても大事、ぜひご覧ください。この重曹水ダイエットが向かない方がいらっしゃいます。そうなんです、誰でもできるというわけではないんです。例えばこのようなご病気をお持ちの方ですよね、高血圧だったり心臓病、腎臓病、また消化管の潰瘍などなどです。このような疾患をお持ちの方は行わない方がいいです。また普段から塩分摂取が多い方も向いていないと言われています。また妊娠中の方は特に注意ですね。こちら妊娠高血圧症のリスクを高める可能性があるので必ず医師主治医の先生にご相談されてください。また私飲んでいいのかなと少しでも不安がある方は必ず医師にご相談の上進めてくださいね。さあここまでこの動画をご覧になったあなたはもうすでに腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。実際にこの腸活ダイエット法で1ヶ月にマイナス3キロなどなどどんどん結果を出していらっしゃいます。腸活ダイエット整体師としてこれまで1万人以上の女性の方の心と体のケアをした経験から1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でなんとマイナス10キロ達成した方が多く出ていらっしゃるんですね。この健康で綺麗に痩せる腸活ダイエットの具体的な取り組む方法、今動画4本無料でプレゼントしています。ダイエット卒業したいっていう方はぜひこちら説明欄のリンクから無料の LINE 公式登録していただきまして受け取ってください。今回の動画のまとめです。1、重曹水の摂取量を守りましょう。2、重曹水だけに頼らずバランスの取れた腸活メニューを食べていきましょう。詳しい腸活メニューレシピは別動画でたくさんアップしております。ぜひそちらもご覧くださいね。今回の動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらぜひいいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。また実際に取り組んだらこうなりました、こんなレシピ良かったなどなどコメントいただけますと励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。おまけです、個人的にははっきり言って重曹水まずいです。私は普段どうしてるかというと外食時などにこちらを持って行ってお店のお水に溶かして飲んで即リセット、持ち運びやすいので便利です。